こんにちは、猫と時の時です。今回はですね、一応 SSD をご提供いただきました。ありがとうございます。ファンシャンさんっていうとこからご提供いただいたみたいです。ありがとうございます。で、SSD ですね。で、なんか格安で結構早いみたいなので、ちょっと今からそれをやっていこうかなと思います。まずは開封です。こんな感じです。ファンシャン、これでファンシャンって読むみたいですね。で、まあ軽いですわ。すごい。こんなんや。まあ大体もう SSD って言ったら、この系統って言ったら多分ね、だから大体まあ予備で使うぐらいみたいな感じになってくると思います。ではちょっとやってみましょうか。で、まあこんな感じですね。まあまあ軽いですわ。すごい。規格がそうですね、やっぱし 2.5 インチに合わせてるみたいな感じになってきますね。そんな感じです。まあもう説明書がこんな感じですね、なってきます。ちょっと細かくてわかんないです。英語かな。全部英語になってます。あ、英語と中国語ですね。そんな感じですわ。わかんないです。猫と時のタヌキニャ。そしたら、これがハードディスク入れ、USB になるんですけど。ではでは、こうか。で、スイッチオン。ん？何今の？あ、あかんのんちゃうかな。今の取れた感じやもんな。もう一回ちょっと。あ、一応。これで、管理ツールで、コンピューターの管理ディスクマネージャーがアスクのディスクパーチションテーブル OK。 はい、でこれですね。新しいボリューム、これでで、E で、はい。で、クイックフォーマットで完了。これで OK です。いけましたね。ウィーんで、まあまあまあ、いけるかどうか待つ。早っ。あ、39メガしかない。もっと、それは一瞬ですわな。
3.7 ギガでいきましょうか。 GoPro の1区画 GO。 うん、早いと思う。体感的には早いですね。やっぱし SSD やから早いですわ。ただね、 USB の制限がかかってるかもわかんないんで、直で接続したらもしかしたらもっと早いかもわかんないです。うん、スムーズですね。ワンシャン S1019 1TB、 1024.2GB、シリアルナンバーも書いてるし、SATA600 の SATA600E、ACS4 対応規格、スマート NCQJJPLAYER、おや、総書き込み量 3GB、電源投入回数5回。あ、こんなんも出んねや。使用時間0時間。になってきます。猫と時のカリンだけど何？とりあえず1ギガでいいね。オールスタート。終わりましたね。で、これ実は言うと USB 2.0 に差し込んでて、多分それでと思います。あの、ちょっと遅いですよね。最大読み込みがですよ、こちら 560MB スラッシュ S 秒ですね。書き込みは510だから性能が活かしきれてないんですよね。USB 2.0 やったら。あ、44。今度3に差し替えますね。USB 3に差し替えました。今度はやっていきましょうか。GO!こんな感じです。やっぱり USB 3になったらめっちゃ早いね。ちょっとね、のためにちょっとやってみましょうか。これやったね。これが 3.72GB でいきます。で、あ、全然早いわ。めっちゃ早い。早いですね。さっきのやつ全然比べ物ならん。やっぱ USB2 と USB3 の違いが、この SSD 関係なしに2と3の違いの速さが半端なく違いますね。こんな感じです。ちょっと16でいきましょうか。GO!よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、こんにちは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 。いい天気ですね。そうですね、いい天気です。ではまた。
てな感じで。ってな感じで終わりました。あまり変わらないですね。で、リードが458の書き込みは450で、うん、結構いい感じの数字が出てると思います。多分ね、直接パソコンにつなげる、あれ何やったっけ？パソコンの線。名前もうど忘れした。最近自作してないんで、覚えてないです。だったらもっと早くなるんちゃうかな。一回今度は試してみましょうか。猫届けの狩りだけど何？一応こんな感じで、自作 PC に直接取り付けました。いいやな、いいで、まず1ギガでスタート。終わりましたね。うん、やばし、一番早いですね。直付けで。これ CDR ケーブルやったっけ？だな、思い出してみた。読み込みは560で、それ以上なんでいいんですけど、やばし、書き込みはちょっと遅いですね。494になってるんで、多少低いですわ。そんな感じです。から次は16、ゴーゴってな感じで終わりました。多少下がってますね。こんな感じですわ。なるほどね。まあやっぱし直付けが早いですね、一番。よし、これで。そうやな、あとはあれやな、あれですわ。猫と時のたぬきにゃ。今度は容量詐欺のチェックですね。イングリッシュの。で、ここで、あれですわ。いいですよね、こいつ。以上選択で。で、オーライ、っていう感じで。ほんならこれで。でこれ8時間ぐらいかかるらしいんで、とりあえずこのままやって、で結果だけ言いましょうか。最終がこんな感じになりました。一応あれですね、容量は大丈夫みたいですね。こんな感じで OK ですね。うん、いっぱい。ほぼ満タン状態。953GB までいけます。これも結果的にはちゃんと最後までいってるみたいですね。うん、いきますわ。ちょっと書き込み速度が後半あれですね、遅くなって 111MB になってました。そんな感じです。